はい、こんにちは、やすです。7月13日ね、7月12日のね、米国マーケットを振り返っていきたいと思うんですけども、今週はですね、超重要な一週間、7月の中でもね、一番重要な一週間と言っても過言ではないかなと思います。今週ね、各種決算スタートしますし、重要指標もね、いっぱい出てくるんでね、結構今週一つで今後のマーケットの方向性っていうのがね、変わっていくんじゃないかなというふうに思ってます。特にね、シクリカル銘柄っていうところの行方はね、かなり気になってるんでね、ぜひね、その辺今週見ていけたらなと思います。なんでね、今日は今日の動きがどうだったかというかもね、今週こういったところを見ていきましょうみたいなね、そんなお話になると思います。今日もね、最後まで見ていただいて、いい動画と思っていただければね、チャンネル登録、いいねしていただければ嬉しいです。で、今日もね、すみません、朝からもうね、11時ですか、今。ずっとミーティングしましてね、遅れちゃったんですけどもね、見ていただけたら嬉しいです。初めての方、自己紹介ですけど、もともとエンジニアしてまして、その後アメリカのゲーム会社でデータアナリストとして、米国の投資事業してます。続いてヤスラブズテックやってますんでね、こちらも合わせてフォローお願いします。今日ね、特にそんなにセンシティブな情報ないと思います。私としては今、若干ニュートラル、ニュートラルですね。今週見てからって感じですね。マーケットがどうなるかっていうのはね。ちょっとそこ最後コメントしていきます。で、今日のニュースなんですけども、まずダウがプラス0.36、S&P がプラス0.35、35、ナスダックがプラス0.21。で、多分ね、S&P とナスダックは新高値だと思います。なのでね、3指数とも、なんで様子見っていうみたいな感じです。今日は特に大きく動いたわけでもないっていう感じで、様子見だったかなとか、ちょっと微増しましたねって感じですね。で、ラッセルが、プラス0.06っていう感じで、ビックスが16.17っていうところでね、下がってきたのはいい感じですけどもね、15台とかまで下がってくれるとね、緊張感がなくなるのかなと思います。金利1.36まで戻ったので、引き続きね、売られすぎの、ごめんなさい、買われすぎの債券からようやくちょっとね、反発したという感じで、この辺が今落ち着くポイントなのかなと思うんですけど、今後ね、別に急に上がるとかね、そんなことはないと思ってます。今日のヒートマップ見ても、銘柄によりきりって感じですよね。ただ若干金融が強めに出てます。今までいっぱい売られてきたっていうのもあるんですけども、明日から金融の決算始まるんでね、その辺がいい決算出るんじゃないかっていうことでね、金融が買われてます。それ以外はもうね、どれもこれも、ニュースだったりとか、調整の範囲内って感じですね。ディズニーはニュースありで、ちょっと忘れちゃったんだけど、どっかで大型契約したんですよね。テスラはわかりません。いつもね、青かったらかかったりするんで。で、他テックはって感じですかね。はい。そんなに動きがあった日ではなかったと思います。ダウは、あれですよね。先週大きく下がってからもう一気に反発しましたよね。わけわかんない感じですね。高値付近にまで一気に行きました。はい。出来高伴ってますし、MACD も交差してるんでね、一応トレンド的には今度はまた上目線っていう感じになったんですけどもね、本当にね、今週のね、シクリカル銘柄のね、決算次第かなというふうに思います。999も今高値付近です。これもね、シクリカル銘柄付近だなと思います。これも最後にコメントしていきますけど、出来高少ないですね。出来高超少ないですね。なんで、ダウよりもテックの方が今踊り場っていう感じがちょっとチャートからは伺えますよね。VOO は最高値ときました。出来高もそんな高い感じじゃないんで、様子見って感じがするかなっていう感じがします。ARKW、WCLD も、非常に様子見が強い日が続いてるかなと思ってます。出来高少ないですしね、トレンド線も、ね、50日平均線もまだ横ばいぐらいですし、ARKW に関して言うとね。5月から上がってきたんですけども、一旦ここでちょっとその、割高っていうのもあるんでね、決算見ようかなという動きだと思います。WCLT もね、ちょっとボラが高いのが気になりますけども、様子見ようかなって感じですかね。ちょっとね、両方とももう割高になってきたんでね、ちょっとここで、結局、今回の決算でどんくらいのガイダンスを示せるかというかね、そういったところでね、また動き変わってくるんじゃないかなと思ってます。コモディティオイルはね、非常に、最近ここ1、2ヶ月くらいはいい意味で安定してますね。高値で安定してるっていう感じで、オイルもね、高くなりすぎてないんで、この状況自体はいいんじゃないかなというふうに思ってます。大きなニュースないです、今日は。ただ、ここね、アーニングスオプティムズムって書いてあって、これが今日ちょっとこの辺りのニュースが出てきましたよって感じで。そうですね。ほとんどの投資家がね、なんですかね。今回の、決算はすごいものになると。ピークだけどすごいものになるっていうね。それもほとんどみんなね、分かってるんですよ。ちょっと後でコメントしていきますけども。
で、この人のコメントがやっぱ面白くて、The most important element of this report this week will be the outlook discussion from management and not necessarily the number of the last 3 months って書いてあるんで、Be the outlook discussion なんで、まあガイダンスですよね。まあなんで、過去3ヶ月何をやったかっていうよりかは、本当にガイダンスがめちゃくちゃ重要ですよっていうふうにこの人も言ってるんで、まあ本当私もそこに次第になるんじゃないかなと思ってます。ね、先週まで、景気、今年後半のね、景気が減速するのか、それともこのまま維持できるかで、だいぶちょっとね、揺れ動いてると思うんですよね。先週金曜日一気に下げたときは、もう減速するんじゃないかって下げたんですけども、またリカバーしたときは、いや、そんな懸念ないよ、みたいなとこ、ちょっとこう揺れ動いてる感じがするんですよね。ただ、今日のニュースはやや楽観的でした。So far, 66 S&P 500 companies issued positive earnings guidance into the second quarter report ってことなんで、これはまああれですよね。まあなんつうの、ガイダンスの情報修正みたいな、そんな感じだと思うんですけども、すでに66社が、まあポジティブですよみたいなのを出してるってことなんで、それも受けてね、あれですよ、決算じゃなくて、そのなんかガイダンスの中、決算の情報修正みたいなのやったりするんですけども、まあ、すでに66社がね、まあいいですよっていうのを出してるんで、まあそれも受けてね、ちょっといや若干楽観的になってきてるっていうのはあります。これ面白いですよね。Second quarter earnings are expected to surge more than the 64% from levels depleted by the pandemic a year ago ってことなんで、まあ去年のね、コロナのね、大底からね、64%も上がるんだと。YOY 64%ですよね。500の会社。これはすごいことですよね。It will be the largest growth, sorry. It will be the largest growth rate since the last quarter of 2009 as the market was coming out of the great financial crisis ってことなんで、2009年のね、リーマンショックから直後のね、1年後。2009年の第4クォーター以来の成長になるってことらしいですねってことなんで、まあ、今回の決算っていうのはそういった意味でもね、いろんな意味で歴史的な決算になる。ただね、ややちょっとね、楽観的なところになってるんですけど、まあ、すごい決算になるなというふうには思ってます。で、引き続きね、まあ、ガイダンスと EPS が私は重要なんじゃないかなというふうに思って見てます。はい。まずはその決算ですね。結構ね、この決算の方向性で、今週の決算でね、いろいろ分かってくると思います。明日は JP モルガン、ゴールドマンサックス、そしてペプシコ。ペプシコってペプシだよね。いいのかな？まあ私あんまりバリュー系見たことないんであれなんですけども。で、あと、ファーストリパブリックバンクに、あとは、くら寿司とかがあるんでね。結構はシクリカル銘柄っぽいのもありますよね。で、あさってはデルタとかね、シティバンクとか、バンクオブアメリカとか。ね、その次は台湾セミコンダクターがありますよね。モルガン・スタンレーとか、US バンコープとかね。あとは、どの辺だろうな。ちょっとあんま詳しくないんですけども、この辺は。とかがあったりとか。ね、ちょっとこのシクリカル系のね、方向性が非常に気になる週だし、銀行も出てくるし、このガイダンスとか、この辺の決算次第でね。まあ、僕らとしては別にダウが動いたか、ナスダックが動いたかとか見ればね、大まかに判定はできると思うんですけども、これでね、方向性がどっちに来るかっていうのは非常に重要だと思います。下に書いたかな？とあるその記事によると、記事を見るとね、もし今週シクリカル銘柄が、再びこう来年の9月とか次の12月も好調っていうのが分かればね、若干テックからそっちに循環するだろうと言われてるんですよね。じゃあもしシクリカルが少しごたついたら、じゃあ今度はテックに循環するだろう。そういうふうに言われてたりもするんで、まあそういった意味でもね、非常に重要。そして景気の全体感を占う上でも、その各会社のガイダンスが、その9月、12月ね、減速するのか、それともこのスピード維持できるのか、はたまた加速するのか、加速はあんまないと思いますけどもね、まあそういったところを見るのもね、非常に重要だと思うので、まあ明日もね、まあ決算のオーバービューぐらいは、まあ少しずつね、見ていこうかなというふうには思ってます。はい。あとね、今週ね、大きい指標が結構多いんですよね。まあ一番大きいのは明日の消費者物価指数です。おそらくなんもないと思います。おそらくそんなになんか、やばい、FRB がどうこのみたいなものは出ないと思います。おそらくね。最近コモディティもそんな伸びてないし、別に今、あんまし、いろんなところで注目を浴びてないんで、おそらくそんなないと思います。まあ30年国債もおそらく入札を行われるでしょう。生産性物価指数とかも大丈夫だし、まあパウエル議長がね、ちょっと議会証言するっていうのが、ちょっとこれ私漏らしてたんですけども、あります。まあこれも多分、そんなにね、そんな力でテーパリングするとか多分言わないと思うんだよね。いや、まあもちろんそのあれですよ。いきなりっていうのは
すぐにするじゃないですよね。今僕らは年末年始にあることを期待しているので、それぐらいは別に発言としてはありますけども、おそらく景気回復にはまだ遠い。あ、デルタ株がどうのこうのみたいな、そんな感じになるんじゃないかなと思ってますね。まあ、小売売上高指数っていうのも出てくるので、この辺もね、重要ですね。なんで、この辺の小売売上高とかも、そのシクリカル銘柄がね、ちゃんと行くかどうかとか重要ですよね。なんでね、ちょっとね、今週の動き一つとっても、その相場がどうなるかっていうのはちょっと読みにくいかなというふうに思ってるんで、まあなんか、なんかちょっと入りづらい週ではあります。なんか、今週の様子を見てって、中盤から入るなら入るみたいな、そんな感じになるんじゃないかなと思ってます。その他ね、話題となったニュースはこれですね。バージン、ジャイアンティック？そう、スペルさせちゃったな。ガランティックか。宇宙旅行をやろうとしている、まあ、会社ですよね。宇宙船の会社で、まあ、ティッカーシンボル SPCE って言うんですけども、バージン、ガランティックか。まあ、ここのファウンダーの方をリチャード・ブランソンって70歳なんですね。知らなかったのすごいですね。が、4度目の飛行なんですけども、まあ、おおよそ、このファウンダーが乗ったのは初めてらしいっていうことで、おおよそ今回その宇宙旅行実現っていうところにね、大きな一歩を踏み出したっていうことで話題になりました。なんで、このファウンダーの方はおそらく、宇宙旅行に関しては多分、言うなれば素人というか、その要は普通の旅行客と同じっていうポジションだと思うんですけども、もちろんね、会社の社長ですからね、プロですけども、別に訓練されたパイロットとかじゃないとか、そういった意味でね。なので、今後ね、これが成功したってこともあるし、今後ね、宇宙旅行っていうところにね、実現にまた一歩。ちなみにお値段はね、2000万とか3000万とかそうなるらしいですね。なので、まあ、もちろん僕ら庶民には手届かないんですけども、まあなんか5億とか10億とかね、一財産築いた人にとってはね、宇宙旅行っていうのもね、もう手に届く範囲内になったんだなっていうね、まあそういった感じで、まあ、僕らはまだまだですけどね、僕らはまあ本当に、せいぜい音速旅客機に乗れるかどうかぐらいだと思いますけども、まあ、宇宙旅行実現にまた一歩ということでね、まあ、人類、イノベーションの進化とか、人類の進化で、今回っていうのはやっぱ一つ大きな、ね、ページを刻んだんじゃないかなという感じがしますね。はい、いいニュースでした。はい、ただね、株価はね、マイナス17%で、まあ、おそらく事実売りっていうところも多少あると思うんですよね。飛行船が飛んだから事実が出て、ただね、今回ね、同社がね、ちょっと書いてないな。確か500ミリオンですね。500億円ぐらいの株式を売ったんですよね。新しく公募増資じゃなくて、なんか株式売ったって書いてあったんで、そういうところもね、影響してね、マイナス17%で、ちょっと鬼畜みたいな感じですよね。泣かされた投資家がいっぱいいたんじゃないかなというところがあってね。ちょっとこう、なんか、良くないなと思ってますね。そのマーケット的には。まあ、その他いろいろなんですけど、マーケットのコンテンツね、この辺はまあ動かないと思う、毎年もないかなと思ってて、あとはもう本当、決算次第で、少なくとも今後1ヶ月ぐらい動く感じかなと思います。一応 CPI とね、パウエル議長証言は注目ですけども、そんな動かないと思います。末端はね、一旦楽観的になってるも、本当に決算次第っていうところで、まあ、ガイダンス EPS をね、より注意深く見てって、今後、経済が減速するのか、それとも維持していくのかっていうところで、だいぶ変わってくると思います。今週、ダウ系の決算が良ければ、まあ、金融とかね、デルタとかが良ければ、VOVT あたりは少し追加っていうのはいいかもしれませんねっていうふうには思ってます。すなわち、9月、10月以降もね、伸びるっていうことなので、少し追加してもね、いいかなというふうに思ってます。まあ、もし休憩入れてるんならね、VTI の方がね、バランスはいいかなというふうには思ってたりはします。ただ一方で、いや、ダウ系が良いと、多分ね、ナスダックからダウにちょっと実感がね、少し強くなるような気がするんですよね。ただシクニカルが弱ければ、まあ、999もありかなとかね、そんなふうには思ってます。週休大きなサプライズはね、ないとは思うんですけども、CPI だけはね、必ずチェックしなきゃいけないなというふうには思ってます。まあ今、調整が必要な時期です。基本的にダウも S&P もナスダックもなんか調整があった方がね、なんか心の平穏として落ち着くなという感じがあるんですけども、まあちょっとね、決算の過熱で8月上旬までね、調整ないかもなというふうには思ったりします。ちょっとね、次の、ここのスケジュール先に見ようか。まあ今ね、7月13日にいてね、まあ日本、アメリカ7月12日にいるか。で、明日以降消費者物価指数だったりとか、まあ決算シーズン開始しますよね。まあそこである程度方向性がわかると思うんですけども、じゃ基本的にいい決算なんですよ。基本的にテックもシクニカルも基本的にいい決算だと思うので、そんなね、なんか大きく崩すようなものは出てこないと思うんですよね。で、FOMC とか消費者物価指数もそんな危なっかしいのは出てこないはずなので、まあそうなってくると結構8月上旬ぐらいまでは割と決算っていうそれなりにポジティブな材料の方が多いんですよね。なんで、
今からちょうど1ヶ月後の8月の上旬までは、意外とポンポンポンって上がっていくこともあるんじゃないかな、というふうに思ってみてます。ただし、8月上旬ぐらいから決算が出尽くした後っていうのが若干一つ目のね、気になるポイントかなと思ってます。去年も8月5日だったかな、よく覚えてるんですけども、すごくグロースがヒートアップして、最後ファストリーのね、5日のあたりに、ファストリーとかスクエアとか決算出した後に、まあさすがに株価が高すぎて大きく崩壊したっていうのがあるんで、まあ、もしね、8月上旬までに株価がもう高くなりすぎちゃったら、そこで調整っていうのはあるかもしれないなと思ってます。ただ、調整があるとしても、それ8月6とかになってくると思うので、7月末とかにちょっとそんな調整がある、ニュースが出るかなっていうとね、ちょっとわかんないんで、ポンポンポンと上がっていく可能性も、あるかもなって今ね、見始めてます。特にね、ダウ系とかってそれほど過熱感ないんですよね。ずっとここからこう、よこよこしてきたので、確かにここで決算が良ければもう一段上上がっていくことっていうのはあり得るし、決算が悪ければよこよこしていくしね。本当に決算がガイダンス EPS が良ければもうちょっと高くなるってこともあるかなと思うので、ダウ系に関して言うと別にまあ決算さえ良ければ別に各銘柄だったりとか、なんなら VTI とか VOO とかぐらいはね、全然まあ、一段入ってもまあいいかもしれないな、というふうに思ってる人です。ただ、QQQ とかちょっと怖いな、QQQ とか、グロスっていうのちょっと見ていきたいですよね、って感じがします。決算をね。っていうのがね、まあ今の感想ですね。まあちょっとね、今週大きく変わると思うので、ね、適宜アップデートできてればな、と思います。あと最近ちょっとね、これ一つ話題なんですけど、テック以外の ETF っていうのをちょっとね、注目し始めてます。まあ完全に僕ミスったんですけども、左の RET、バッテリーの ETF ですね。EV 向けの電池を作ってる ETF が、まあ、非常に好調です。そして右は REMX で、バッテリー向けのレアアースとかね、素材関連です。もうそれもめっちゃ好調なんですよね。いやー、気づけばよかったな。気づかなかったです、全然これは。気づかなかった、単純に。これね、5月末に入るべきでしたね。ちゃんと、引っ越しとかで忙しすぎて全然見れてなかったっていう言い訳なんですけどもね。残念でした。まあそうであれば、まあ他のね、テック以外の ETF っていうのは当然頭に浮かんできますよね。例えば、ソーラーの会社を集めた ETF の特にその中のね、一番リーディングカンパニーであるエンフェイスとかって決算今、べらぼうにいいんですよ。YOY100 とか出してるんで。アナリストの予想とかね。だから、タンとかひょっとしたらあるかもなとか、あと PBW ね。まあ、大きく下がりましたけども、やはり長期的に見たらね、繰り値っていうのは来ると思うので、まあ、PBW だったりとか、QCLN、ICLN とかも見るのもいいかもしれないなとか。まあ、あと、年始でね、話題になった大麻ですね。まあ、大麻っていうのは今、各州が、財政苦しんでね、合法化を推し進めてるんで、モメンタム的にはいいですよね。まあ、この辺とかも今、これ、買い推奨じゃないですよ。ちゃんと、なんつうんですか、参考程度にどうぞっていう感じで、まあ、LIT で LMX がこういうの上がってったんで、まあ、テック以外のね、こういったテーマ ETF っていうところもね、見るタイミングとしてはいいかもしれないな、というふうに今思って考えてます。というわけでね、引き続きこちらサポートいただけたら嬉しいです。というわけで、ね、今日7月13日、決算スタート各種重要指標が出る週です。重要な1週間となります。今週ね、私もできる限りね、詳細な情報をアップデートしていきますんでね、今週見ていただけると思います。特にね、シュクリカル銘柄ね、加速するのか維持するのか、減速するのかっていうのはね、重要なトピックだと思います。ではね、また明日以降の動画でお会いしましょう。バイバイ。